皆さんこんにちは。新聞連載こぼれ話のお時間です。この動画では産経新聞で連載中の日本の道東で扱った人物について記事に入りきらなかった小話をお話します。今回のテーマは伊藤仁斎です。この人物は江戸時代初期に生きた儒学者です。古気学を提唱し、朱子学を批判したことで知られています。産経新聞の連載では朱子学の説く理の関連性を批判して、人倫に立ち現れてくる道を説き、日常における公、定、中、信の実践を重視したという議論にフォーカスしてまとめました。記事本文は概要欄のリンクからご覧ください。それでは参りましょう。伊藤仁斎という人は日常秘近ということを非常に重視した思想家なんです。で、この日常秘近っていうのは、要するに人間関係で人付き合いできちんとした話をするとか、相手のことをおもんぱかった態度とか所作をするっていう、まあそういうことなんです。そういうことをきちんとしているうちに周りの人間関係も良くなっていくし、その人自身もちゃんとした人柄になっていくという、実に簡単な話なんですよ。ただその伊藤仁斎の思想を学術研究っていう風になっちゃうとですね、なんか格物的世界観とか、まあ、あるいは自然と道の分離だとか、まあ、ひどいのになるとフランス現代哲学の用語を持ち出して脱構築なんていうようなことを言う人もいるわけです。でさらにそれが進んでいくとですね、なんだかよくわからないんですけれども、伊藤仁斎は初めて近代的な知的関心のみで、学問研究をやった思想家であるなんていう人も出てきます。不思議ですよね。普通これだけ仁斎は日常秘近における実践なんて話をしてるんだから、それだけが大事だって言ってるので、要するにそれやればいいじゃないかっていうのに、そんなことをいろいろ言う人がいて難しくなってくる。でこれがどうしてこういうことが起こるのかっていうと、これは実は仁斎自身のですね、議論にもほんの少しですね、原因があるといえばあるんですね。というのは、仁斎はこの非常に単純なことを説明するために朱子学を批判しなきゃいけないんです。で朱子学を批判するときに、日常における実践が大事で、それだけ考えて人倫っていうのを重視しなさいって言ったところで、朱子学っていうのは壮大なですね、思想体系があって、難しい哲学用語みたいなものをたくさん使っています。それで出来上がっているものに対してそういう批判をするとどうなるか。当たり前ですけれども、なんかこいつ分かってないから、単純なこと言ってんなとか。あるいは全然思想が理解できてないバカなんじゃないのかと、こういう反論が来るのは目に見えている。したがって仁斎は朱子と同じ土俵に立ってですね、朱子学の難しい抽象的な議論を逆手にとって、それと同じレベルの批判をすることで、体系的に朱子学をぶっ壊して、そして自分の思想が正しいという話をしなければならなかった。そうやって作ったのが論語古義、孟子古義という日本史でも皆さん授業で見たことのあるですね、著作になるわけですね。でこれが漢文で書かれていて、しかもまた先ほど言ったように抽象的な議論で作られている。そうすると当然研究はそっちの方を一生懸命読むわけですから、その議論のやり方を見てさっき言ったような研究が出てくる。しかしこれはそもそも仁斎としては、先ほどから言っている単純な日常秘近っていうものでも実践っていうことを言いたいがためにやってる議論なので、これ自体をですね取り上げると、そういった小難しい仁斎研究が出てくると、まあ分かりやすく言えばそういうことなんですよ。でそうした中で仁斎が言いたかったのは結局その単純な話であったわけですけれども、それに対してですね、朱子学者からは当然猛烈な反発が出てきて、中でもですね、乳母かのほけほけなんていうような、要するにそんなものはおばあちゃんの知恵袋、なんとなく役に立つ日常の知恵みたいなのが大事だと、それが道だって言ってんのっていうような批判が出てくる。ただこれは現代的な研究から見ると案外ですね、仁斎の言いたいことを分かっていたと言えなくもありません。
でそうするとですね、今度はじゃあ本当に人災はウバカカのホケホケ、つまりおばあちゃんが日常生活人生のせちがらさをですね乗り切っていくための知恵袋みたいなものだけが大事だと言っていたのかといえば、それは違うんですね。というのもここで言う日常っていうことを考えてみたいんですけれども、まあ、我々日常っていうとですね、まあいろいろあるわけですが、パッと思い浮かぶのが映画トラさんで出てくるような感情がない混ぜになってですね、いつもバタ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 やってるのを日常と言って、ドラマでもですね映画でも面白がってみます。例えば家族や友達となんかちょっとしたことが原因で大喧嘩で、もうこの野郎と、もうお前なんかいいわと、これまでだと言ったりですね、あるいはそれが何らかのきっかけで大団円を迎えてですね、あの時は悪かったよなんていうようなことを言って仲直りしちゃうとか、あるいはなんかトラブルが起きたらどうするどうするってわわわわ騒いだ挙句、最後終わったらですね、いろいろあったけどまあなんとかなったよねなんて言ってお茶を飲むというような、そういうのが日常だというふうに思っている人が割と多い。ただこれはですね、結局いい方ですね、人のためにですね人肌脱ぐとか、あるいはなんかかばっちゃうとかですね、いうようなことを義理人情なんていうし、あるいは怒鳴ったりわめいたりっていうのは、大喧嘩やるのは痴話喧嘩なんて言いますか。でいい方悪い方って言いますけど、結局は同じことで、これは自分の中でパッと出てきた感情をそのままぶちまけてですね行動したり考えたりするっていうことになるので、いい感情だろうが悪い感情だろうが波みたいなもんでしてね、こっちにグーッと触れたらその反動でこっちにグーッと触れるもんなんですよ。いいことがあったらそれに過剰に反応してわーっといっちゃって涙もろくなっちゃうし、悪いことがあるとですねこっちに行ってもこの野郎なっていう風になっちゃうと、これがその感情の世界なんですね。そうするとそれは単にいい悪いっていうよりも、その感情の波でこうぐっと揺れ動く中で生きちゃっているわけですから、当然何か起こればすぐブレるっていう風になっちゃって疲れちゃうわけですよね。でそれがひどくなってくるとですね、人間関係に疲れたとか生活に疲れたとか、もう人付き合いなんかしたくないっていう風になってきちゃう。だからそういう日常を本当に人災は大事だと言っていたのかということになっちゃうんですけれども、これは当然違います。こういうことで疲れることをですね、仏教では因果だとか地獄だとかっていうような言い方をします。まあ結局さまざまな喜んだり怒ったり泣いたり笑ったりというようなですねこと、この感情の振れ幅があって、そのせいで人間がみんな感情をむき出しにしてバンバカぶつかるとですね、まあ例えば皆さん聞いたことあると思いますが、あの時俺はこんなにしてやったのにとか、あるいはですね自分ばっかりこんなひどい目に遭うと言ったかと思ったら、いや私はねあなたのことは本当はねずっと心配してたのよとか、ここが人の不幸話にですねボロ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 涙して、それはいけねえなんていうようなことやってますけれども、それが次から次と怒って疲れてしまうことこそが地獄だと、でこれはもともと生まれ持ったそういう因果なんだというのが仏教で、それに対して儒教はそういったことは気質の問題だと、生まれ持った気質であるとか、あるいは環境ですね、どういう家庭環境にあるか、あるいは周りにどういう人たちがいるかで決定されているものなので、これを学問や修養によってちゃんと人間は改造して、より良い人間関係や人生っていうのを作れるし、自分自身も変えることができる。そこに変えた先にですね、本当に安定して調和した日常というのがあるんだよと言って修養を説く。つまり人災だって朱子学者なわけですから、日常における実践というのはそういうことをちゃんと工夫してきながらですね、良い人間関係や自分自身を作ろうと言いたいがために、日常における法、定、中、心、これが実践しなければならないと。で孝というのは親に対する孝行、定というのは目上の人に対して、尊重すると。で忠というのは相手にきちんと向き合って真心を尽くす、心というのは上の空にならないと、何でもちゃんとやるということですね。この孝定忠心を日常で実践しながら論語を読んで、自分を反省するということを繰り返す、その中で日常生活から道が出てくる。この道というのは要するに先ほども言った通り、調和した人間関係とか、あるいは穏やかな人柄とか、そういったものが出てくる、立ち現れてくると、こういう話をしたかったわけです。
だからこの箇所がですね、わからないままに人災という人はあれこれ議論しても無駄だし、あとで一方でですね、人災学って聞くとそういう小難しい議論、朱子学の小難しい議論から離れてですね、なんか自分たちに近いようなそういう単純な話をしてくれてるんだと、まあ、単純は単純なんですが、そこの単純っていうのが日常っていう先ほど言った感情に揺さぶられている、いわゆる義理人情の世界の日常とは違うという、両方をしっかりですね、違うんだということを理解していかなければならない、そういう学問だということを押さえてほしいなというふうに思います。でその押さえ方ですね、じゃあどうすんの、実践ってどうすんのっていうことをイメージとして、人生はとにかく実践だと言っちゃいますから、なかなか見せてくれないんですけれども、それをのヒントとなることを言っている人がいます。それが次回ですね、お話しする貝原益軒という思想家になるんですが、まあ、ちょうど次につながったということで、今回はここまでにしましょう。次回は貝原益軒についてお話しします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。